おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂部五郎です。カムイヒュアです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、ということで、はい、本日は、8月7日でございます。はい、そうですね、8月入りましたね。入りましたね。はい、前回がね、ちょうど7月末で、明日から8月ですよって言って、はい、終わったところなんですが、はい、8月です。はい、もう梅雨も明けました。はい、はい、まあ、世間はいろいろありますけどね。今日はですね、はい、実はですね、8月7日っていうのが七夕なんですよ。おお、七夕。普通ね、7月7日なんですね。そうですね。そうですね。うん、なんですけど、これ月遅れの七夕っていうらしくて、はいはい、実は七夕ってもともと旧暦じゃないですか。はいはい、中国から来てるんで。うん、で、旧暦で言うと8月7日ぐらい。はい。一月遅れ、ね。そう、一月遅れぐらい。はい、っていうことで、うん、新暦になって7月7日がちょっと移っちゃってるんですけど、はいはい、まあ、そのまま1ヶ月遅れで、はい、七夕っていうことで、8月7日に七夕をやるということもあるらしいですね。はいはい、七夕って何なんて覚えてます？まあ、笹に、はいはいはい、なんか願い事書いて、はい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 、で短冊をこうね、ペースして、はいはいはい、まあ、しましたね。やりましたよね、はい、やりましたよね。僕も小学生とか保育園の時とか、はい、で色紙をこう折って、はいはいはい、ちょっと切ったらこう玉の子ができて、はい、飾りつけもしました。なんかやりましたよね、はい、何のためにまあ、物語としてね、一応、はいはい、中国から伝わってきてるやつに関しては、うん、あれ織姫さんと彦星さんなんですね。はいはい、そうですね、ね、はい、でそれが今天の川を、うん、挟んで反対側にいたはるということなんですよね、はい、この彦星さんが、はい、で非常に真面目に働く、はい、牛飼いさんで、織姫さんは旗織りをする、あ、織り子さんなんですよね。で、はい、この人もよく働く。あ、そしたら、天の神様がよう働くからこの二人を目合わせたら余計によう働いてくれるやろと思って結婚させてみたら、はい、二人でイチャイチャしやがって、はい、もうすっかり仕事のこと忘れて全然役やっ、ね、そうですね、やっぱ若い二人をねくっつけるといかんというそういうお話です、はい、もう若いとやること一つしかないみたいなそんな話かなと思うんです、はいはい、まあ、それはもう昔も今も変われへんなみたいな話なんですけど、でそれを見た天の神様が、はい、こらお前ら働き目せんと何してんじゃこらみたいな話になって、はいはいはい、もうお前らはちょっともう引き離すっつってバーンと離されて、そこに天の川を流した。でそうすると今度はね、彦星も織姫に会えないっていうことで働けなくなっちゃったんです。はいはいはい、働かない。もう会いたいのに会えないから、もう恋煩いで、もう今度は余計働かなくなって、はいはい、で、織姫も彦星に会いたいって言ってもううつうつとしてしまって全く働かなくなった。これどないしたらええのって散々ですね。そうそう、天の神様がもう分かった、もうお前ら年に1回だけ七夕の日に合わしたるから、はいはい、ね、はい、だからその日だけ天の川渡れるようにしたるから、その代わり雨降ったらなしやでって、はいはい、年1回、はい、でその日に会えるようにしなさいっていうことで、はい、七夕っていうのができたらしいんですよね。うん、だからその年に1回その2人が会える日なんだっていうだけなんですよ本当は、はいはい、そこになんで願い事やねん、うん、ね、思いますよね、はいはい、でこれが実はね、七夕のその2人の故事だけ、これとは直接は関係ないですよ実は。お願い事、願い事に関してはね、はいはい、で何かというと、その織姫さん、はい、要はその織姫さんって旗織りね、要は布を作る人ですよね、はい、でこの能力がすごい人なんですよ、はい、でこの能力がすごい人にあやかりたいでみんな思ってて、はい、織姫さんみたいに私旗織り上手くなりたいっていうのを書いて、五色の短冊とかに、はいはい、願い事書いてお願いするっていうのが、はい、実は織姫さんへのお願いだった。はい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 、だから要はほら八村塁みたいに俺、はい、バスケットボールでNBA で頑張りたいねみたいなのを、八村塁のポスター見ながら俺頑張るって言ってるのとあんまり変わらへんっていう。まあまあ、そういうことなんですね、まあ、八村塁が良かったんかどうか分からない、まあ例えば大坂なおみみたいなとか、はいはい、なんかね、そういう話ですよね。うん、でそれがいつの間にかその2人の七夕の会えるか会えないかっていう話と結びついて、願い事だけの部分、はいはい、
要は私も旗織り上手くなりたいの話やってんけど、いつの間にかそれが私あれああいう風になりたいとかゲーム欲しいとか、はい、みたいななんかそういう全ての、ねね、願い事っていう話になんかすり替わっちゃってて、はいはい、だからあの皆さんのあれですよ、織姫が叶えられるレベルなんで、はい、あの織姫人間ですからね神様じゃないんで、あのゲーム上手くなりたいとか多分無理だと思います。そうですね、分かんないですねというのがどうやら七夕のお話らしいですね。はい、まあ、8月7日記憶れの七夕ということで、はいはいはい、七夕のお話をさせていただきました、はい、今日は何の日のコーナーでした。はい、そうなんだ生で聞けたよみんなというね話なんですけど、はい、まああの織姫じゃないんですけどね、やっぱね小星がもう仕事を忘れて溺れてしまうほど、はい、織姫ってきっと可愛かったんでしょうね。そうですよね。ねえ、ね、やっぱりね、男ってね可愛い女の子見たらドキドキしちゃいますよね。やっぱりね、はい、しますよ。はい、しますよ、はい、確実に、ね、確実にしますね、はい、そして私もあのついこの間ですね、はい、可愛い女の子にドキドキしました。お、はい、ドキがムネムネしましたっていう赤井秀和さんがこの間舞台挨拶で言って滑ってた、はい、ギャグを思わず言ってしまいたくなるぐらいドキがムネムネしました。ベイビーワルキューレって映画がありまして、はい、それにあのダブル主演2人で主演されてて、うん、そのうちのお一人が高石あかりさんっていう方なんですけども、はい、彼女に実はちょっとあのインタビューする、はい、ことがございまして、うん、で、まあ、ちょうどね、今月の20日から公開になる映画なんで、はい、今日が7日ですから、皆さんにそのご紹介をしたいなと思うんですけど、はい、それをですね、はい、宣伝しに来てる人がいますんで、はいはいはい、誰が来るんでしょうね、はい、この映画のことをもう言いたくてしょうがないっていうことで、はいはい、いやもしかして来てくれてたら嬉しいですよね。もう俺もドキがムネムネしてるんですけど、ドキムネムネねえ、はい、ということで呼んでみたいと思います、はい、松村さん。はい、高い高いもうほんま ABEX に怒られるねはい、ということで、高石あかりちゃんが出ている、ベイビーワルキューレの宣伝に来ていただきましたおっさんの、松村さんでございます。どうもありがとうございます、はい、まあ、あの実際でもねあの、はい、その取材を、まああのまあ、仕切ってらっしゃったというか、まああのね、はい、やってらっしゃったんで、当日は私あの松村さんに呼んでいただいて取材してるとこ隣にいて、はい、おもろかったら高笑いしてるというねまあでも結構笑い声が出るぐらい、はい、なかなか和気あいあいとした楽しいインタビューだったんですけども。そうですね、一応、はい、木浦さんはなかなかね、はい、あのアクションシーンについてのツッコミされたの、結構高井さん素直に喜んでました。いやもうかなり喜んでましたね。すごい喜んでましたね、はい、まあ一応プレゼンなんですけど、ということで、判定員呼びたいと思います、はい、判定員さんよろしくお願いします。まああれですね、だから、はい、可愛いか可愛くないかで決まるかなっていう感じですね。まあそれもありますけど、はい、なかなかインタビュー内容に面白いと思います。あ、本当ですか。はい、はい、ぜひその辺も含めて見ていただきたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、ということで今日はですね、カモンマテリアルの突撃取材ということですね、来ております。今日はですね、こちらの映画ベイビーワルキューレの主演を務められております、はい、高石あかりさんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回あれなんですよね、映画初主演。そうですね、まあまあダブル主演というかお二人でということなんですけど、はい、初主演ということでおめでとうございます。 ありがとうございます。でどうぞ。まあ、サプライズ。ありがとうございます。大阪土産だと思ってください。あ、すごい。ということで、初主演、映画ということで出演されたんですけども、はい、まずご覧いただいている皆さんにどんな映画か簡単にあらすじお願いしていいですか。はい、そうですね、はい、まあ、かやっぱ簡単に言うとこう殺し屋映画ではあるんですけれども、はい、ただこう高校をすぐ卒業した女の子2人がこう成長、社会人に向けて成長したりしなかったりするアクションコメディ映画となっております。はい、ものすごいいろんな要素がね、そうですね、詰まってる映画なんで、見事に一言で言ってくださいましたから、ね、言い切れないようなちょっといろんな要素が本当に、はいはい、でその中で、今回高橋さんがチャレンジされた役というのが杉本千里ちゃんという女の子になっております。ちゃんですね、はい、はいはい、まあガンアクションがメインでっていう感じで。そうですね、ね、まあ坂本監督のね作品って女性の若い女の子のガンアクションみたいなのがあったりとかしますけど、そうですね、今回もその、まあ、割合ガンアクションがメイン。あの千里ちゃんは銃だったりとかが、ね、お好きな子で、そうですね、はい、でもう片方の
まあ、伊沢さんがされてる方が格闘術を使ってみたいな。そうですね、はい、はい、すごかったですもんね、いきなりね最初のシーンから、ね、最初のシーンからがやばかったですね。飛ばしていかれる、だいぶ飛ばしてる感じ。そうですね、はい、はい、おーって思いました僕も。一発で掴みに行くようなリアクションがすごいな、ねね、はい、という感じなんですけども、ただ高橋さんは今までは結構あの舞台が多くて、はい、そうですね、あの18年から本格的に、女優業に専念しておられて、はい、そうですね、で割合その、話題作に出演されてることが多いという感じなんですけども、はい、はい、そうですね、まあ、あの代表的なので言えば、まあ、他にもたくさんありますけど、まあ、鬼滅の刃の、禰豆子役ということで、まあ、舞台の方でね、はい、出演されてたりということなんですけど、結構だから舞台とかにも盾とかありますよね。そうですね、初めての盾が禰豆子ちゃんの、はい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 、鬼に出した瞬間の盾だったりとか、はいはいはい、もガンクションは本当に今回が、あ、そうですよ、ね、しっかりとしたものは初めてになるので、それまではそのボーカルダンスユニットみたいな感じなんですよね、APEXの、ずっと、はい、そこで、だからまあ体を動かすというか、まあ、ダンスなんですけど体を動かすことはずっと続けてらっしゃって、はい、大好きで、はい、本当に小さい頃から、そうなんだ、そうですね、じゃあ宮崎いた頃から結構ダンスとかはやってたりとか、はい、あの体操であのダンスの授業とかありませんね今ね、そうですねそういうのが大好きだった、そうですね、本当一番前に出てこう踊りに行くぐらい本当動かすのは好きです。なるほどなるほど、まあ、ある意味本格的な盾って言ったら今回が初めてぐらいのことでしょう。そうですね、こうガンクションってものは、まあまあガンクションちょっと違いますからね、確かにそうかもしれないですね、ね、まあ、立ち姿だったりとかが、あの今回特にアクションで一番難しかったことって何ですか。いやもう本当に基礎自体がもう私は備わってないですし、何をこう見せれば殺し屋に見えるかどうかが全く分からなかったので、伊沢さんはやっぱそこら辺はすごい、まあね、もうスタントウーマンされる方だったので、はいはい、立ち方もそうですし、あとは園村監督という、はい、アクションの監督の方がいらっしゃって、はい、でその方に本当に1から、まあ、ゼロから教えてもらってという感じですね。まあ、一応僕も格闘技はあのあやってた人なんです。よく僕ら言われるのが、倒せるって思える構えをしないと、あのこいつ弱いと思われちゃうんで、まあ、だからそういう意味でね、見させてもらってすごい面白かったんですよ。嬉しいです、ね、すっごい面白かったです。で、あのやっぱりね、一番ね、僕あのアクションで多分苦労しただろうなと思うのは、銃を取り上げるところ、一瞬でやらないといけないでしょ、くるって返すみたいな、向けられてるやつを一瞬にしてパキって取り返して自分で持って向けるでしょ、あれ一番難しかったでしょ。この一瞬でその取り上げるときっていろんなこう、うん、結構何発もこうやってて、そこそうなんですよ、本当にそこ何回も何回も練習して、あの僕ね、あの、メイド喫茶のシーンなんです。そうです、そこです、あそこのスタッフロールのところで、はい、一瞬その時のリハーサルシーンが出るんです。リハーサルっていうか、なんか、あ、何もやってないところ、はいはいはい、でみんながわーって喋ってると一人だけ一生懸命練習してる、練習してる、あのカット見てうわめっちゃ真剣にやってると思って、嬉しい、真面目な子やーと思いながら見るんですけど、こうカットを本当何回も何回も繰り返してやらせてもらって、はい、ね、はい、もう正解が分からなくなるぐらいやらせてもらってました、はいはい、いやあれは大変ですよ。わあすごい、あのみんなね一瞬で終わってるから一手で終わってると思ってるんですけど、本当は ね何手もありますからね、4、5手入ってるんですか、はいはいはい、そうなんです。あのブルース・リーの、ね、作品とかでもね、あの相手を一発でパーンって倒せるように見えるんですけど、実は3手4手あるんですよ。その一発の中に3手4手あるんですよ。一瞬で相手の手を取りながらその手を叩いてそれを落として相手の顔を縛るとかっていう、パターンってやってるのが、もう一回見ますちゃんとあの2手ぐらいにしか見えないのが実は4手5手あるんです。とりあえずすごいそういうのってあの世界はいっぱいありますからね。そうなんですね、はいはい、いやでも、ね、そういうのがあのこの作品の中には結構あるんで、でそれをねめっちゃ頑張ってはるから、いや僕は嬉しかったですよ逆に。はいはい、いやでも教えてもらいながら、はい、手探りでちょっと、はい、いやいやいや、でその今回でやっぱり一番苦労したのはそのアクションですか。そうですね、アクションももちろんあの苦労というか、まあ、練習させてもらったんですけど、このほのぼのしたシーンでも長回しだったりが今回すごい多かったので、千里ちゃんって結構長ゼリフが多く
まあ、いっぱい喋る女の子だったので、はい、そういうのが多くて、そこもまたちょっと苦労したなという。あれカットされてるけど、カットっていうかもう間をポンポンカットされてるけど、相当長いこと回しますよ、部屋のシーン。あーそうですね、本当にお部屋のシーンで、あのワンカメで、あのソファーの前でやり取りしてるやつって、あの行ってなんか喋って帰ってきてみたいな、全部ワンカット。そこです、ね、本当そこです。ね、しかもブツブツ何喋ってるか分からんぐらいのことを言いながら行って帰ってくるっていう。その、まあ、坂本監督が、はい、その日の現場に行った瞬間にセリフをこう変えたりとか、おこういうのがいいなっていうので、なるほど、あー飛んだなるほどなるほど、やってましたけど。なるほどね。アクションっていうねことなんですけど、はい、意外とアクションより生活描写っていうか、そうですね、2人のその気持ちの変化みたいなのを見せるための描写が実は多いんですよね。そうですね、うん、なんだったらアクションよりもしかしたら多いかもしれないですね、うん、多いですよね、うんうん、多分だから撮影時間的にはあのラストのあのなんか廃屋での、はい、あのラストバトル、ラストバトルのところが時間的には相当かかったとは思うんですけど、多分カット数すごいですもんね。そうですね、あれ私こう、まあ、現場では生で見れなくて試写会で初めて見させてもらったんですけど、うんうんうん、あのこんなにこう感銘を受けるアクションっていうのは初めて、自分の作品ですけど、はいはいはい、本当にあの涙が出そうになるぐらいすごく感動したので、うん、なんか見ていただけたらなと。まあ、ラストバトルもそうですし、その間のいろんなところもそうなんですけど、あの見どころは本当に多い作品だなと思いました。嬉しいです、はいはい、ぜひあのたくさんの人ね見ていただきたいなと思うんですけど、はい、あの最後にですね、どんな女優さんになりたいですか。例えばなんか目標の人がいるとかいないと。そうですね、でも宮崎あおいさんだったりとかにはすごい憧れていて、すごい人間らしさというか生々しさというか、もちろんこうキラキラした溢れるお芝居もしたいですし、そういう繊細なお芝居もしてみたいなというふうに思いますね。なるほど、はい、じゃあなんかそのもう例えばもう一回大河には出たいとか、なんか朝ドラ出たいとか、そういうのはどうですか。大河出させていただきたい。やりたいっていうのはね全然構わないんでね、はいはい、やりたいです。やりたい、もうぜひ出ていただきたいですね、はい、その本僕が書きたいですけど。あ、ぜひよろしくお願いします、はい、ぜひぜひ。はい、わかりました。じゃあですね、もう時間的にちょっと最後なので、はい、ぜひあの見てらっしゃる皆さんに一言メッセージをお願いします。あのずっとこうおしゃべりさせて楽しかったです。ありがとうございます。でもこう聞いた中で多分殺し屋っていうイメージがちょっとずつこうなんだろう崩れてくるような作品で、この鍋を食べるシーンだったりとか、本当日常の描写がすごい多く含まれているので、なんかこう自分と重なる部分だったりとか悩みだったりとか、そういう部分が多いんじゃないかなと思うので、楽しめる、で気軽に見れるなとは思いますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、ということで、この映画を見る前に瑛太さんの香水を聞いてから見ていただければ、彼女の見どころが発見できるという話になっておりますので、はい、ぜひ見ていただければなって、聞いてから見ていただければと思います。よろしくお願いします、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということなんですが、どうですか、どうでした。よかったでしょ。可愛かったですね。ねえ、はい、ねえ、はい、もうなんか可愛さ爆発という感じで、はい、はい、まあなんか画面越しにそれが伝わるかどうかがちょっと分かんないんですけど、まあ直に僕は接してたんで、非常にエネルギッシュな方で楽しい時間でした。はい、はい、ということででは、はい、一応これもねありかなしかなんで、はい、後ろで何かくるくる回してはるんで、はい、やっときたいと思います。はい、それでは、このプレゼンありかなしか、はい、判定、はい、はい、丸3つでございます。はい、ということで、私の取材シリーズがここのところ何回か続いてるんですけど、はい、ある意味僕の中で一番嬉しかった取材かなという気はするんですけども、どうでした？どうでした？じゃああゆみちゃんから。めっちゃ見たくなりましたね。本当に殺し屋っていうなんかイメージが変わっていくのかなって思って、うん、なんかその人間模様っていうか生活のね、はいはいはい、その空間がすごいこう描写されてるっていうのを見たんで、はい、ぜひぜひ見たいなと思いました、はい、なんかね殺し屋っていうとなんかちょっときついイメージというか、うん、なんかあると思うんですけど、殺し屋っていうのが当たり前にその辺歩いてるっていう感覚でできてる映画なんで、
あの見ると全然ねそんななんかあのギトギトしたなんかスリリングなどうのこうのみたいなのはあんまり感じない。そうですね、どっちかっていうとその18歳の女の子のお悩み事がメインに出てきてるみたいな、でその2人の微妙な人間関係を、まあ、どうすんのみたいなところも含めて見ていくとすごく面白いなっていう感じだったりとかするんですけどね。はい、おさめさんどうでした。いや18歳ですか、あの子自体が、はいはい、まあ、物語もその18歳、はい、だからね今年19かな、やっぱりアクションのことも言ってあったので、うん、やっぱりそのアクションはやっぱり見たいなっていうのは、あのねアクションねすごかったっす、うん、彼女はあのガンアクションが基本なので、うん、はいはい、そんなにあのバタバタと相手と殴り合ったりとか少ないんですけど、うん、もう一人 の, その伊沢さんっていう女の子がやってる、はいはい、方の役はもうバリバリで、この伊沢さんっていう女の子は実はキングダムに出てたりとか、いろんなやつにあのスタントウーマンとして出てたりとか、役でも出てたりもするんやけど、ノンスタントでできる役者になってるんで、ものすごい身体能力です。はい、えげつない感じです。でもね、その方も日本の言うたら18歳の、そうですそうです、そうです18歳なんですよ、同い年なんです2人、うん、はいはいはい、もう若い女の子のアクションっていうのがすごい、あのね、いやもう本当にやばいっす、うん、やばいっす、かなりレベルは高いっすね。え、女の子たちの物語の中に入ってくるアクションっていうのがどういうものなのかっていうのはやっぱりちょっと一番見たいなと思いましたね。はい、まあ、伊沢さんは大義ですよね、うん、大術って、まあ、あのだから本当にアクションで、はいはい、もちろんこっちもやるんですけど、うん、こっちもやりつつ、まあ、殴ったり蹴ったり、うん、飛んだり跳ねたり、えらい感じでしたね。なんでしょうね、うん、一回その松村さんともアクションについて、うん、あの語ろうぜみたいな話をしてたんですけど、ルロケン以降のアクションですね、うん、日本のアクションがちょっと質が変わっちゃったというか、うん、昔 の, あの殴って蹴って叩いて、うん、おりゃーみたいなんじゃなく、うん、ものすごいアクロバチックなアクションに仕上がってるので、うん、見てて飽きない、うん、やっぱり逆にあれですよね、ルロケンの、はい、佐藤健さんとか、はいはい、まあ、これの伊藤さんとか、はい、やっぱ本人がやってるんですね、はい、スタントウーマンとかスタントマンが入ってんのとじゃカット割りがかかってるので全然迫力違います。そうそうそう、あの顔が映せないで撮るのと顔映しながら撮るのと全然違うので、正面から撮れるのと後ろからしか撮られへんとか、はいはいはい、あのずっと顔をうつむいてるとですよね。身体能力が役者にも問われるようになってきてる。はい、多分伊藤さんも結構、まあ、これでは役者さんもやられてるけど、はい、多分まだ表になってないけど、今もなんかドイツで撮影されてるのはスタントもやるけども、ちゃんと顔も、顔も出る役でやってたりとか、はい、まあこれはもうインタビューとか出てますけどね、はい、ハリウッドのね G.I. ジョーさん、はいはい、G.I. ジョーっていう東京で撮ってたやつにも出てはるスタントなんで、はいはいはい、多分世界に羽ばたいていく、いやもう間違いないですね、うん、はい、という作品なのでぜひですね、はい、見ていただきたいので、はい、ごめん最後になったけど、あの高橋さんどうでした、そのインタビューは。はい、はい、ね、私も楽しみましたので、また来週も聞いていただきたいなと思います。すごい軽い話。そうそうそう、自分もね、あのインタビューしてるんで、ね、ラジオで。はい、じゃあ公開日の方よろしくお願いします。はい、最後に阪神での公開は8月20日の金曜から、はい、ナンバーパークス新、はい、シレリーブル梅田、はい、神戸国際松竹、はい、8月27日金曜日からは京都南海館での公開になります。はい、ということでございますね。はい、はい、ぜひ皆さん、これやっぱりね劇場で見ていただきたいので、はい、劇場でご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ではあゆみ、はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、情報はないんですよね。はい、ですが、はい、まあね、まん延防止開けたら、はい、すぐね、お店を皆さんに応援できるように開けたいなと準備しておりますので、はい、ちゃんと準備しておきます。準備しております。はい、はい、もうね、いつ開けてもいいように、はいはい、準備しておりますので、はい、その時はぜひぜひお越しください。はい、はい、ありがとうございます。あれ、はいはい、まあ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 、まあ、それまでもね、あのそのいろんな利用の仕方でね、はい、でね、レンタルスペースとしてお借りいただくということもできますので、ね、はい、こちらで映画も 見れるので、はい、もう大迫力で見ていただけますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、お待ちしております。はい、ということで、だってすごい、私早いすまんね、なんかあれらしいや、なんかちょっと最近ファンができた。ありがたいですね。なんかね、
で、マグリル通信をね、はい、見てくれてる方がいらっしゃる、ね、ありがたいよね。全く私はお会いもしたことないし、関係もね、はい、ない方なのですが、はいはい、もうね、高橋さんの、はいはいはい、お話で聞いて、はい、おー、すごい嬉しいと思って。ということで、はい、いつでも出てますし、ここでおりますので、はい、よかったら、ここで映画を見に来ていただいて、接客させます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、帰ります。で、後ろ行きます。はい、高橋さん、はい、おはようございます。シネマコムジェルタカシのゲストシネマというのコーナーでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう最初ね、たくさん映画を見すぎて自分の中でなんまり気になくて、はい、先ほどバルキューでもちょっと違う映画を思い浮かべてしまって、です。今日はあかりさんでしたっけ、はい、ABEX ということなんで、はい、ちょっと ABEX に関係ある映画を紹介したいと思います。まあ夏休みなんでこれもいいかなと思いました。来ましたね、はい、テニスの王子様、はい、これはね、実写映画テニスの王子様という映画ですね、はいはいはい、2006年5月13日に公開になりましてね、もう皆さん話してますよね。小説からアニメ、ラジオ、ゲーム、ミュージカル、そして実写映画になったという流れでございます、はい、原作はこのみたけさんで、東洋歌詞ですね、どうこれは知らなかったね、はい、でこれ監督は、阿部雄一監督で、はい、平成のウルトラマンシリーズ、うーん、なるほどなるほど、はい、やれてる監督ですね、はい、がウルトラマンゼロがありましたね、はい、ありがとうございます。この間はね、大体の、主役が誰、本郷君が主役ですけれども、はい、それ以外大体そのミュージカルの、うん、テニスの王子様に出てる人が出てる、あ、なるほど、はい、有名どころ篠田優さん、あ、だからどちらかこれ渡辺プロの D ボーイズの関係でございます。はい、はい、はい、先ほど D ボーイズの方といろいろお会いしたことあるんですけど、はい、そのミュージカルがその流れでやってましたんで、ございます。ほんで別にこれね、何が言う ABEX かっていうのね、はい、でもテニスの王子様主題が別に ABEX じゃないんですが、はいはい、開けていただきますとね、先生役でですね、島谷ひとみさんが出てるんですね。あんまり島谷ひとみさん、いや確かに ABEX ですね、うん、そうですね、あんまり映画出ないんですけどね、声だけが出てましてね、はいはい、微妙な役をやっておりますけど、ぜひ見てください。で、実は私、はい、島谷ひとみさん、はい、ファンでございます。それだけで引っ張っていたということでございます。はいはい、今年はですね、9月に、はい、この龍馬、その主人公龍馬ですけども、はい、新テニスの王子様を、はい、元にしたアニメが9月3日からロードショーになりますので、はい、3DCG ですね、はいはい、初めてのだから 3DCG ですね、はい、の作品なんで見ていただきたいと思います。はいはい、我々のね、テニプリですね。テニプリね、はい、我々歌もね、テニスプリンスなんで、ね、我々歌が良かったりするんで、はいはい、まだ、ね、皆さん ABEX の歌い方でやっていただきたいと思います。はい、だって ABEX 声張り上げとかね、ABEX の勝負なのでね、ありがとうございます。そしてですね、次が、はい、まだなぜこれが、また ABEX が来ました、平成モスラシリーズの、はい、2でございます。はい、なぜか2、モスラ2、回転の大決戦ですが、はい、これは1997年12月13日のお正月映画ですね、東方映画のお正月映画として公開されましたね、はい、でも大体平成シリーズのモスラシリーズの空は10億ぐらいしか稼いでなくて、あ、はいはい、まあどっちかというとこれもあのお子様ランチの映画ですね、はいはいはい、あのモスラが小さくなったりね、はいはい、小さいモスラが戦ったりとかね、はいはいはい、ちょっと可愛いのね、はい、でございます。これが、まあ、監督が三好監督で、で監督さんとしては初めて、はい、これが最後ね、はい、で特撮で川北監督で、ね、はい、ね、特撮映画シリーズとか、はい、でゴジラシリーズになったので、はい、まあ、その辺は見てて安心ですよね、うんうんうん、だからまあ話の問題かなと思うんですよね。でも脚本は清谷さんという方が変えてまして、今度は水の旅人とか、はい、カッパ、キャッチャーエブ、これは海を使う脚本が多いんで、これも変えてるんで、今回は、はい、2は海の方ですね、カッパっすか、はい、あのね、はい、石田さんの感じです。まあ出演者はいろいろと小林めぐさん、山口さんとか、まあ、東方シンデレラみたいな感じの方で、はいはい、で相手役が、あのあきさんですかね、はい、悪者で出てますけど、はい、これになんと満島ひかりさんですよ。おおおお、これこれこれだよ、ABEX でございますね。ああ、はい、そこそうなんです。なるほど、満島ひかりさんとは ABEX でございます、はいはいはい、でもまあね、演技としてもいろんな、はい、だ小さい金の映画出ていい役をしたし、はいはい、でもこれが一番幼い頃の初出演映画がこれです、はい、ああなるほど、モスラ2に出たということでございますね、うんうんうん、はい、はい、これの主題歌は、まあ、ホルダー5が、はい、ホルダーが撮ってということで、はい、明日の FM はまだ作この曲がなるということなんですよね、はいはい、でもこのね、なんかモスラシリーズも全然
あんまりヒットしなかったですね。ちゃんと見ましたか、この平成シリーズ。いや、僕全く見てないです、ね。あ、これちゃんとね、モスラ3部作なんですよ、ね。はい、モスラがあって、はいはい、3でキングキドラ出るんですけどね。はいはい、これキングキドラらしいね、あの、あれですよ、東方のヤマタノオロチのあれですよね。動きが鈍いキングキドラでございます。モスラってやっぱりこのモスラ対ゴジラですよね、はいはいはい、これも名作でございますし、あと私はもう本当に好きな作品がですね、これですね、昭和のそうですね、モスラ対ゴジラですね、モスラーイヤーっていう、ね、全部ね、はいはい、見ていただきたいと思います。今ゴジラね、キングコング言われてますけども、はいはい、忘れてはならないモスラのお話でございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、今日はあのベイビーワルキューレ、はい、お姫から始まって、はい、高橋かかりちゃんの話からまあまあこんな感じなんですけど、はい、はい、これですね、はい、まあ、ぜひ、もう 何を言うより見てもらうのが一番なんで、そうでしょうね。でやっぱこの映画はね、僕ね、ぜひスクリーンで見ていただきたいとか、うん、まあ、僕自身まだスクリーンで見れてるので家で見ちゃいましたんで、うん、ぜひですね、スクリーンで見たいなと思いますので、うん、皆さんも8月20日、はい、以降ですね、お時間ありましたら、映画館で見ていただきたいなと思いますね。はい、なんか言い残したことはないですか？ないです。ないそうです。はい、はい、ということで、じゃあ、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。はい、はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。